はい、654回か、4回、始めたいと思います。654回始めたいと思います。今これ買えますっていうか、手製のこの手作りのやつですね。はい、654回です。はい、名古屋テレビ、メーテレっていうのかな、名古屋テレビからですね、今回暴走する高齢者みたいな話で、まあ厄介な高齢者増えてますっていうことで、名古屋市中村区で自ら通報して呼んだ救急隊を、包丁で脅し職務を妨害したとして74歳の男が逮捕されました。公務執行妨害の疑いで逮捕されたのは74歳の無職の男。うん、警察によると男は、酒を飲んで体調不良になったと119番通報した上で、酒飲んで体調が悪くなったと119番通報して救急隊呼んで自宅に駆けつけた名古屋市消防局の、救急隊員3人に対して殺してやると言いながら包丁2本を向けて脅し、職務を妨害した疑いもが持たれていると。男に目立った体調の異変がなく、救急隊員が緊急性がないと、搬送の必要がないと判断し撤収しようとしたところ、自宅にあった包丁を取り出して、脅したということですと。警察の調べに対して男は間違いあろうがなかろうが どちらでもよいと、認否を明らかにしていませんということで、まあ暴走する高齢者厄介ですね。74歳の男、まあ本当にね、これ、まあ、このニュースね、私ちょっと取り上げたのが、今もう高齢化社会でね、まあ認知症だ、虐待だ、介護が大変だ、介護の人手不足だ、保険料が上がってるとかね、負担が増えてるとかね、現役世代の、まあ高齢化社会に伴う問題いろいろある中で、このね弱っていく高齢者もいるんですけども、その中でねこういった暴走する高齢者も結構増えてるんですよね。暴走するって、まあ、例えば車で事故を起こしてみたりね、それはまあ暴走とは違いますけど、体の機能の衰えも関係していると思いますけども、高齢者が起こす事故とかね、こうやってもうわけわかんない、酒飲んで酔っ払った上で119番通報した上で来た救急隊で包丁で脅すとかいうね、もうわけのわかんない、あとスーパーとかそういったところでもね、刃物を取り出して振り回したりする高齢者とかね、たまにいますよね。もうこれが厄介なんですよ、高齢者がねこういうことすると、まあ誰か傷つけるとか傷つけないとかっていう以前に、なんていうのかな、まあ時間はありますからね、高齢者も、で無職、大体無職ですから、年金生活者、時間に持て余して孤立孤独だったりするとこういったね、ことをやると。で犯罪を犯すならまだしもってたら、これ語弊あるかな、まあ、迷惑にとどまってるんですけど、まあかまってちゃんみたいなね、ある種の、酒に飲んで体調悪いから来てくれって言って呼んだ消防隊にね、刃物包丁突きつけるとかね、おいおいっていうね、何なんだよっていうこういうね、暴走老人、これを逮捕してみたところでですよ、結局、まあ、刃物突きつけただけで公務執行妨害で、まあ、微罪扱いになって、おそらく酔いから覚めたらね、ちょっとおとなしくなると思うんでね、でまたね野に放つとまたやるかすと。でこの高齢者仮に刑務所入れたところでどうなんだっていうね、反省するのか更生するのかっていうね、更生させたところでもう先は短いみたいなね、こういうジレンマもあると、社会の、本当大変です。あともう一つ私が思うのが、まあ私のね、実は身近、本当に身近にもいたんです、誰とは言いませんけど、こういう高齢者なんかね、面白くないことがあると、包丁を出す人がいるんですよね。包丁なりなんなり、やる気ないのに、何なんでしょうね、自分の力を誇示したいのか相手を脅したいのかわかんないですけど、やたらね、この包丁なり刃物なり出す人っているんですよね。やる気もないのに、何もできないのに、これ、まあ、ね、77歳80何歳の人がね、私包丁を目の前で持たれても正直そんな怖くないですよ。あれね、包丁で刺すとか切るとかっていうのは結構な技術いりますから、相手も身構えてることですしね、まあ、いきなりね後ろからとかね、襲われたりなんかしたらね、
たとえ相手が高齢者でもちょっとかわせないですけど、まあ70代80代90代の人が刃物振り回したところでね、そんな怖くない。避けられるし逃げられるし、うんうん、ただね、ほんと女の人とかね、人によっては、やっぱりすごい恐怖感、覚える人多いと思うんでね、こういう人っていうのはね、本当にね、たまにいるんですよ、本当に、ある種の、まあそういった傾向ある人、刃物とか持ちたがる人っているんですよね、本当にね、ただそれだけ、そういう人がいるということね、やる気もないのに、これがね、結構厄介なんですよ、はい、ということで、暴走する高齢者ということで、名古屋市の、74歳の、おじいちゃん、逮捕されましたと。まあね、こう家族とか身内も大変だと思うんです、こういう人いると、まあ独り身の方かも分かんないですけどね、本当にこういったこと、こういったことするとね、行政とかね、社会もね、どう対応していいか近づきがたになりますんでね、本人のためにもならないんでね、この74歳の無職の男、背景にいろいろあるのは分かるんですけどね、穏やかに年取ってからも行きたいなと私なんかは思っております。654回、この辺りで終わりにしたいなと思います。ありがとうございます。またお願いします。失礼します。